砕く。この国のため。天下創生か。どう思う秀吉。あれが我の志す者、力の行き着く先か。いいな、これも心のもろきが一例、降り積もる病よ。ああそうだね秀吉、乱りに騒乱を招き国を疲弊させる。義輝殿は暗君だ。うむ、この騒乱が長引かば異国のつけいる隙となるは必定。そうなる前に我が力豊臣の派によって日の元を救国せしめん。うん、秀吉らしいいい判断だ。守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。力よ、この世は力あるのみ。秀吉様の拳で癒してください。不国への意義いいな、半歩にも及ばぬ。まことに強くとはどういうものか。花言葉は強烈な愛、奪わせないわ。一か八かなどと嘘吹くならば甘い考えよ。敵さん、うちの女衆相手によくやってるよな。お前ほどの強さにあいつに会ってもらう。
女衆に任せたいところだけどね、俺たちとしては。ケイさんは全く怖くないんだよね。じゃあ何が怖いかって、そりゃ大丈夫大丈夫、女衆に取り返してくれるから。なんせの男がそれでどうする、気絶したままでも立ち上がれ。喜んで、男衆だって私の戦いを見ればいつかは束になればなるほど砕きやすいわ。拳を天に掲げよ、我が豊臣に勝利あれ。ふん、せいぜい調子に乗って油断しろ。見てろ、ナオトラ様に言いつけてやる。我を阻む資格なし。あ、大丈夫か貴様、乙女の八幡に何という無体を。男衆とていいの礎、それをよくも。秀吉様の拳でなければ異国の脅威は砕けない。ここからだ、逆境こそ力にしろ。了解です。拒む者は砕くの。あれナオトラ様と女衆のおかげです。この手につかめによ。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし、お前は今日は飯抜きよ。許してね。異国の脅威も理解せぬ凡夫めが情けないぞ貴様ら、もっと意気を見せろ。我が手につかめぬもの。俺が秀吉様に茶を出すとしたら、あのガタイだし水がめいっぱい入れるとか。なでしこ隊がやられた、なら俺たちで叶うわけがねえ。お前の命は猪の国の礎だ、みだりに捨てるな。はい。我が豊臣は旧国の軍なり、従え強き日の元を築くために。ナオトラ様ならきっと10倍にして返してください。これくらいなんだ、ナオトラ様のしごきに比べたら。さてどうする秀吉。引くまでもない、前進あるのみ。みんなナオトラ様のごとく吠えるので、エリア。やればできるじゃないか。うちの子たちに届かせるにはまるで足りないな。このざまだから女だてらと侮られるんだ。しっかりしろナオトラ。貴
様らはすでに死していたも同然よ。戦え、他国の男どもに好き勝手させるな。はっ、くだらぬを受け。様を見てもそう言えるか。男はただのハレンチの獣だ。この愛子こそ武田家氏本当の獣だ。迷わず突き進もう。豊臣の未来へ向かって。ここで倒れたら世の乙女たちの希望が途絶える。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。私にたどり着くとは、本気でこの国を狙っているな。いや、まさか私に気があるのか。女だてらに特殊気取りとは、これも病か。力で貴様に勝れば文句ないだろう。この刃を、この一撃、乙女の嘆きと知れ。乙女の怒りだ。今、私のことを暑苦しいと思ったか。力なきは罪、罪深きは無力。我に罪。私が倒れたら、あの子たちはどうなる。我が怒り、剣をのみ血を砕け。ナオトラ様にかかれば、まさに虎の子を撫でるようなもの。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって。この日の元あるべき形に。我が滑る強き国に。秀吉、将軍と羽を。
三河領の石膏部隊が消息を絶ちました。こっちだ、獲物の匂いだ。千利休、あの男の行方について報告がありました。独眼竜が水郷にも稽古相手を求めているとのことです。近海に巨大な艦影を確認。お尋ね者です。秀吉、将軍と覇王どちらもただ一人が絶大な権力を持ち国を直接的に統治する。それは取りも直さず統治者の際一つに国の命運を委ねることに他ならない。その是非を君に問いたい。うむ、仮に幾十幾百もの強者による脅威。全軍続け。怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならばまずわしを撃ってもらおうか。貴様を砕きに来たのだ。望むところよ。お前は人知れず無理をしすぎなんだ。頼むからそれ以上わしを心配させないで。忠勝、まだ無茶はするな。そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。大いなる絆の力。歯車を回せ。すぐに兵糧をお届けするのだ。元気になった時に備えよう。俺らは武具を用意しとこうぜ。大怪我をしてほしくない。だからこそこのお守りが必要なんだ。一人のために兵士総出で。これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。三成や巨人がのめり込むのも無理からなく。我が怒り剣王のみ血を砕け。しょうつまんねえ。俺様一抜けた。あんたら血も涙もねえ。わしからこそ世の断り。秀吉様こそ国を導く生きた断りである。もう敵の陣だ。忠勝殿専用の貴重な兵糧が。それ以上兵力を削られてはたまらないな。我が手につかめぬものだ。すさまじい威風だ。さてわしの拳とはどちらが上かな。
いかん、ここで全員を失うな。くだらぬ、どけ。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。よかった、だいぶ顔色が戻ってきたな。天かける忠勝様、もう一度見たかった。ご覧くだされ、敵方のあの慌てよ。ただ勝つ殿、主人か。お二方に顔向けできぬ無敵一番剣、相馬もいらぬ、愛などいらぬ。見事だよ秀吉、やはり僕の目に狂いはなかった。何を言っている、我らの道はまだ遠く険しい。戦ったな。傷ついた装甲板を乾燥しましょう。どうした、我の強大なる力を前に身がすくむか。力と知略を編み込んで大きく広げるのは俺たち兵卒だ。歯車が欠けてしまっては、もう戦は取って取られてだ。心のありようと同じさ。この勢いに水を差さねえよう俺は引っ込んどくぜ。くっさー、クワの扱いだったら絶対負けないのに。君たちに敵前逃亡をおすすめするよ。力なき者には何も救えぬのだ。お主は今までわしが相対した誰よりも強い。しゃしゃ、重いよこの鉄槌。一人で挑んではダメだぞ、周りの者と息を合わせるんだ。いざ承知。今日まで本当にありがとう。さあゆっくりと休んで。そんな、現に言ってあの武器を。最後一つまで取られるといよいよまずいぞ。我が手につかめぬものだ。秀吉様の拳でなければ異国の脅威は砕けない。死に際には酒が欲しくなる。手でも何かを守ることはできるのだ。弱いのはダメだって、ほとんどのやつがダメってことかよ。未来をつかむ力よ。我が手につかめぬものだ。主の器が知れるわ。それがしの武勇、存分にお使いくだされ。今は豊臣じゃねえ、家康様のために戦える。それが嬉しいんだ。分かっていてなお防げぬとはもどかしいものよ。万夫不当だと、そのようなものまやかしだ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。
まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられるんだ。主の身を守りたくば、ともども我に従うべし。己の非力を憎悪せよ。戦わず集中していこう。敵もまた強い。この国をつかむため、情も愛もとうに捨てたわ。武力のみならず、お心がけもただただ戦国最強よ。そうか、わしはまた一人大事な友を失ったのだ。存分に戦うがいい。期待しておるぞ。我が命に耐えますても。切られても意地を見せるのが足軽ってやつだ。あなたや三成と共に興じたあの戦い。見つけた。この後に及んで未だ過去にすがるか。いやせ。ならばその弱きと共に礎として散るがよい。絆なれ合い。なんですかそれ。筋金入りのアホだね。閻魔帳に乗るくらいだしね。何も言わずとも支えてくれる、そんな絆の温かさ、きっとお前にも分かる日が来るよ。まとめゲロ、貴様から滅ぼしてくれる。クソが、又兵衛様だぞ。あの又兵衛様だ。分かってんのか。やばいよ。嬉しくてよ、俺様が死んじゃいそうだよ。おい、誰か一人は。やだ。力には誰も穴がない。いや違う、絆は不滅だ。臆したか。この日の本をあるべき形に我が滑る。強き国に。秀吉、足利政権。最下衆です。伊予河野と共に近海に。白と黒のひねどりが可憐に凛々しく舞いますよ。これも我らの生き様だ。地下に誰かがいるみたいですが。あれれ、なんてこった。迷子じゃ。何やら槍のマタザが探し人に奔走している模様です。
勝家。あなたは。秀吉、足利政権がこの国を統治し続けた場合、異国の脅威にどう対応すると予想する？足利は個の力こそ強大であれ。全軍続け。すべて日の元を結んだこの小生の穴道、いいか、この穴道はな、南は西表から北は蝦夷まで。官兵衛さんが語り出した。こりゃ長くなるぞ。野望を抱いて何が悪い。風をつけられ穴蔵暮らし。小生だって群雄割拠の足くれだぞ。お前さん、どこから入った。出て行け。ここは小生たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。おや、秀吉様の拳でなければ異国の脅威は砕けない。そいつはな、足と腕の骨が折れてたんだよ。もう構ってくれるな。小生は自由だ。あ、しまった。あれが置きっぱなしだ。これか。我が手につかめぬものが。束になればなるほど砕きやすいわ。これか。穴蔵広げたのが不運の始まりだったか。ものなどこの世に何一つとしてないわ。ええ、ここらで休憩休憩。お前さんたち、ちょっくら見張っていてくれ。勘弁だ。敵さん追っかけてきたぞ。何、いつを乗りこなしているだと。小生はな、そいつを乗りこなしたことがないんだ。正直怖くてな。早いし危ないし。ちょっとばかり負けてる方が調子いいよな、俺ら。おっと、大岩が転がり出した。こいつも当時にはつきもんだ。すげえ。官兵衛さんがいつも潰される、あの天敵の大岩までぶっ壊しやがったぜ。ここは穴掘り用の火薬を。危ないから触るな。官兵衛さん、近寄りすぎだって。そんなこと言ったってな。小生、ちょっと迷子なんだよ。秀吉様、この程度の梅雨払いはどうか私に一任を。いいだろう。空気読めよ。この手で解くのはちょいと難儀なんだ。
バカじゃないって。見よ、この血は我が拳にて浄化された。こうやってると豊臣時代よ。いや、なんでもない、なんでもない。なんてことはね、なれっことくれ。冥福の祈りは君に代わって僕が捧げておく。慎んでね。ここまで穴道車を乗りこなせるなんて、あいつ伝説の超穴道車乗りだというのか。とりあえず、うさばらしに付き合ってもらおうかい。勘兵衛さんの月のなさが回り回って、くじの倒れとも言うからね、気をつけてくれ。忠次ごときと我を一緒にするな。あれ、どうした、お前さんたち。誰も、もういないのか。この穴蔵はな、長生の命と同じくらい大事なんだよ。血を掘り結ぶとはな、愛も変わらず女才ない。褒めても無駄だぞ、長生は戻らんぞ。我が波動鉄球相手に戦ったのは初めてだって。そりゃそうだ、己の非力をどうせ砕くの。やっぱりついてなかったか。砕け、臆したか。この日の元をあるべき形に、我が滑る強き国に。半兵衛、今日は我なり。いや、足音ですな。どこかの軍がこの近辺を歩んでおるのでしょう。中心！石膏部隊の行方が知れませぬ。未完の名物、不足の美、実に難解だが、育てがいのあるものだ。鬼島津が暴れております。半兵衛、今日は我がお前に問おう。なんだい秀吉。どうした、果実の疲労が抜けておらぬか。いやもう大丈夫、大したことはないさ。全軍続け。ようこそ名もなき剣魔が席を、刑の全てを振り絞り彼を磨いてくれたまえ。まさかこのような場所で貴様に出くわすと。我はやはり天より選ばれし者よ。さあ風魔、いつも通りの虐殺を始めようか。胸中にてうごめくそれが一切なくなるまでね。やはり剣は私が見込んだ通りの石くれだな。
次はぜひケレンにもなき砂石の場にて会いたいものだ。さて私はこれにて失礼するとしようか。あとは任せたよ風魔、早々に肩をつけてしまいたまえ。臆したか。この日の本をあるべき形に我が滑る強き国に。持ち直したように見えるが、水色気境の旗に不穏な動きあり。何？龍虎同盟が本能寺に向かっただと？ギャレディ真田幸村、万全でござる。オッケー、ヒアカム。待ってな、デビルキング。おう、祭の帝は都守の様子。運命の針が示す先は時代が決める。お尋ね者です。持ち直したように見えるが体はどうだ我が友よ。ああ平気だ。元より少し疲れが出ただけだからね。そうか、ならば答えてくれ我が問いに。近い将来我は覇王となり富国強兵を実現する。全軍続け。魔王が獅子こと明智光秀、どうぞお手柔らかに。あなたの波動に私の居場所はありますか？貴様も日の本に救う退治すべき病魔が一匹よ。しかと見よ。貴様に100年の地の未来が見えているか？光が手足の名に恥じる戦、そのようにさせていただきますね。こう進化として死にゆけるのなら、それはそれで。血を吸いすぎて衣が重くなってしまいました。着替えてくるべきでしょうか？例えば今朝に。信長、
たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそばに。この日の元をあるべき形に、我が滑る強き国に。先日の問い、足利義輝の出陣を確認。胸が高鳴り、心が躍る。これが時代の産声、創世の息吹か。待っているぞ、まだ見ぬ友よ。先日の問い、道は見えたか、半兵衛よ。はっきりとね。半兵衛、お前は語ってくれた。魂をつなぐは系譜であると。うん、力と、そして友だ。我の後を甘んじて託せるほどの力は未だ知らぬ。だが我の右、第二の心臓、ただ一人の友、それは僕を選んでくれるのかい？他に誰がいようか。天下統一のさらに先、長きにわたる富国強兵の系譜、その初代たる我の友となるべきは半兵衛、お前だ。秀吉、ありがとう。その言葉を聞けただけで僕の人生は満ち足りた。全軍続け。よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。されるの。やはり貴様こそが国を蝕む病の元凶。この拳の前に消えて、どけ、敵を開け。春様不在の雨子には将軍家へのご恩がある。そして今、僕がそれに報いるとき。頼もしいな、鹿の友よ。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、義輝様。力も覚悟も全てが足りぬ。我らの命など、足利のために使われてこそよ。主人か、貴様は憂えぬ。この弱き国の未来、この人に勝てたら僕も一人前の武将っすよね、おやさん。さあ、ある
様はどこに？知らない？本当に？拙者が敵方で。僕はまだまだ半人前。ってことがよーくわかったっす。かくなる上はこうやったー。うん、揺るぎなき信念を持つ者か。面白い。あら、ちょうどいいところに来たわね。椅子になって。はっ、御意に。ちょっと待ってください。おやさん、オツの拝着。山中鹿之助、操作開始。おやつさん、この人かなりせっかちっすよ。我が手につかめぬものか。受けのついてる足利の傭兵を子供扱いだと。あ、危なくなったらおやつさんだけでも逃げてくださいよ。我が怒りの激しさを知れ。お客様、そう、少し待つよ。今以上に振るわれよ。出なければ帝に謁見はならぬぞ。一応は剣おやっさんの探偵心得その20。ひるんだ相手に情けは無用。おのが無力に絶望せよ。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。取られたの？別にいいわ。陣内とわらわに関係ないのよ。でしょうな。認めたくないものだな。王朝に陰りありなどと。長政、完璧なる男からご要望があったわ。あの者の技量、それを引き出すのよ。夫婦仲良くね。姉上、またそのような傍若無人を。長政様も一も頑張る。姉様に認められるように一。貴様までこんなところに。あ、俺め。次はそれがしも陣取りのお供に加えてくだされ。力と知力を編み込んで大きく広げるのは俺たち兵卒だ。無敵一番剣。三成がまた騒いが、喜ばしげにたけりながらな。油断なきよう慎重に進め。お任せを。あなたたちはなぜ位置を望むの？一体位置にどうしてほしいの？あなたなら
教えてくれるの。闇と炎の狭間よりいざ舞い上がれ最終正義義元即断口を挟むは悪である。優しく撫でるだけで人は倒れていくのね。我が拳の前にひれ伏すがいい。に血を砕け。私をここまで追い詰めるとは波の猛者ではないな。この浅井連者首相を前に大いにおのろくがよい。皆の者、アスカナ様はお喜びである。そんな長政様、ねえ聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。水郷などではない。おそらく深淵なるお考えあってのこと。ご苦労様、また後でね。集え国への一歩いいな、半歩にも及ばぬ。それほどまでに熱を上げたくば草履でも温めるがよい。相手に不足はなかろう。存分に戦うがいい。足利様のため敵の力を引き出す、それも我らがお役目。これほどまでとは思っておりませなんだ。さて友よ、その方体育は健やかであるかな。ああ、体のことだったらわらわに任せなさい。たっぷり品定めしてあげる。この戦の以前よりすでに定まっていた結末よ。そう燃えたぎれ友よ。その熱風が世をさらなる高みへと吹き上げる。一人の武人として尊敬の念を抱かずにはおれませぬ。力なき者には何も救えぬのだ。未来をつかむ力よ。日の元だけでは物足りぬというか。覇王め、これほどの失敗、あのお方を前に弁明などできるはずがない。将軍の座を降りたことすら道楽に過ぎない。ハンドさん、王を仕返してやるかな。ヨシテル並みに働いたなら褒美は重いのないね。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしきからだよ。そうかしら。わらわの方がすごいじゃない。その弱腰でわらわを欲しいと嘘吹くね。とろけすぎるのもほどほどにしてほしいものね。双方良き試合であった。褒めて使わす。我が道に従え。生き残る術は他になし。我が怒り剣をのみ血を砕き。貴様らはすでに死していたも同然よ。未
来をつかむ力よ。我が手につかめぬのは無駄に屍が増えゆくのみぞ。源や執権北条をこのような心持ちだったのか。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすの。いい体で勝負をするの。わらわとあなたのね。貫爪が、うぬが後継、我が拳にてレクと砕く。あなたこそ砕けちって、大猿のカンバセの君。この程度の力で将を名乗るか。からこそ世の断り、秀吉様こそ国を導く生きた断りである。ヨステル公から学べることなどない。何もかも違いすぎるのだ。よく言う。あとは任せるわ。わらはちょっと喉が渇いたの。誰か、みんないなくなってしまったな。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。真偽体の持ち主だな、友よ。まさに時代の息吹、その方こそ天下創生にふさわしい。御事乗りなど知らぬ。貴様を滅ぼすも我が道を行くためよ。ならば余は友のために少々抵抗してみるとしよう。いかなる敗北も我にはいつ。いいな。これはいい。熱い。これが命を落とすという感覚。さあ。勝負はここからだぞ。試合を続けよう、友よ。天の実を砕け。どの剣を受けても未だ折れぬか。これは行幸。願わくば世に変わり、時代を作れ。面白き時代を。この日の元をあるべき形に。我が滑る強き国に。秀吉様。何事か。秀吉様がご懸念の通り、ヨハネのごとき漆黒の艦隊が水際に出現いたしました。来たか。この国を腐らせる毒、新たなる病よ。
秀吉様、どうか私に青海原へと赴き迎撃せしめん許可を。だが我自らも出向く。秀吉様、御自らが。三成よ、敵は強大だ。我の左を守る者としてたやすく落ちるは許さぬ。はっ。我の左には三成がいる。そして我の右にはお前が。